皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。静岡県の学校情報、今回は御殿場西高校の学校説明会のお知らせをします。高校受験をする皆さん、どうやって受験する高校を選んでいますか？自分はこの高校でこういうことをやりたいとかね、自分はこの高校に入って勉強頑張りたい、そうやって選んでる人いるでしょう。でも多くの人はとりあえず高校には行きたい、でも高校で何をしたらいいかってわからない。だから今の自分の学力に合ったそういう高校を受験する、こういう人の方が多いんじゃないでしょうか。でもそういう人の中にも、自分の得意なこと、自分の好きなことって自分で気づかない中であるんですね。御殿場西高校はそういう自分の得意なこと、自分の好きなことを引き出してくれる高校の一つです。では説明会の日程です。日程、令和6年10月19日の土曜日、そして11月16日の土曜日、11月30日の土曜日、この3日間開催されます。時間は9時30分から12時。内容は全体ガイダンス、コースガイダンス、個別相談などです。そして今年から、今年度からですね、文化祭が一般公開されるようになりましたね。日にちは11月9日の土曜日です。こちら申し込みは必要ないので、どうぞ興味のある方は参加してください。今回は御殿場西高校の学校説明会と文化祭、こちらのお知らせをしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。